ようこそ丸山動物園。はい、今日は札幌市の丸山動物園にやってきました。はい、雪も降ってます。動物園久しぶりに来たんですけどね、結構建物が、新しい建物が多くなってるみたいで、はい、入ってみたいと思います。みたいなのはわざわざドアの開いてる寒いところに立って風を、冷たい風を浴びてるのかな。ここのカバは1969年の生まれのドン、はい、この間つい先日テレビで元 AKB の高見菜さんがね、このカバのお世話をしてましたね。多分カバ、おお、びっくりした。すごいすごい、急に何かした、どうってことなんだろう。シマウマってシマついてるけどやっぱり馬なんだよね。馬です。選んで覗けるよ。目の前来ると迫力あるね。やっぱりあそこが好きなんだな。顔が見えないね。お、見てみた。この寒い中、あそこにポツンと、なんだ、一匹だけあそこにいるんだ。週末って猿が一番オスなんだわ。オス猿。あの石の上あったかいのかな。やっぱ寒いからみんな活動あんまりしてないね。お、出てきた。すごい、なんか立って。なんかさ、人が家で寝そべってるみたいな感じだね。寒そうだね。
お、鼻で鼻ボーイってやってる。まあスーパー普通の醤油だね。あら、本当だ、麺が。え、これなんだっけ、夕張石炭石。あれ、黒ラーメンって書いてなかったっけ、石炭ラーメンって書いてある。石炭ラーメン、真っ黒。すごいね、なんかこうやって見ると本当にすごいね、麺がね。してるかと思ったら、この黄身をなんかソースにして食べると美味しいらしい。大丈夫ですか？食べてる感じのもうちょっと美味しい版。